ちらですね。はい、アブシンセ、はい、ですね。まあアブシンセ1から脈々と続いているですね。まああのいわゆるソフトウェア、まあシンセサイザーだけど非常に有機的な音がするっていうのでまあかなり有名なソフトがあるんですが、これがいよいよ第5世代になったという形でですね。まあちょっとどんなようなサウンドなのかっていうのをちょっと確認していますね。音色を読み出して。ここから先はですね、正直
我々もリハーサルの時にもですね、何度やってもこう同じ音にはならないという形で、どういう音が出るかはわからない状態ですね。じゃあ先ほどもですね、この音がどういう音になるかやってみましょう。はい、じゃあ一回押してみます。はい、もうミューテッドができましたね。そしたらちょっと弾いてみて、一応フレーズ的な要素は残るんですけど、サウンド的な要素として、上の方にあったちょっと明るめの音が消えてるって感じですね。でちょっとこれをさらにですね、このアーキで、選んだサウンドですね、ターゲットサウンドを要素をさらに加えてミューテードをするっていうこともできるようになってますので、さらにミューテード、はい、2番目のミューテーションですね。結構不思議な音がまた混ざり込んでくるって感じですね。で、これがですね、過去のミューテードをしたですね履歴というのが残っているので、やっぱり、あんまり面白いミューテーションできなかった、低音だったら元に戻すとかってこともできるようになってますね。ちょっと元のサウンドに一旦戻してください。でも戻れますね。でもう一度ですね、要素でミューテードをちょっと、アマウントを上げていただいて、これで 3個目の、今度はフレーズ要素がなくなって逆にサウンドの部分の要素が出てきたって感じですね。で、このサウンドの傾向はいいんだけど、やっぱりちょっとさらにミューテートをするんじゃなくて、もう一度このやり直しをしたいっていう時はリトライっていうボタンなので、こういった形でですね、ちょっとした要素を残りつつ、元にまた別の変異を起こしたという感じですね。こういったこともできるようになります、ね。はい。で、もちろんですね、アンドゥー、さっきのようにアンドゥーもできますし、そのターゲットなるところですね。で、さっきちらっと画面、を見せていただいたんですけれども、要は、オシレーター、アブシンセって3オシレーターの構造を持ってるんですけれども、上3つがオシレーター、真ん中がフィルター、モジュレーターっていう形の構造になっておりまして、こちらのブラウザーの、さっきのサウンドミューテーションの左側にどうするっていう、要は、オシレーターは、ミューテーションを起こさないという形を取ったりとか、 LFO は起こさないとかっていうような感じのセッティングをすることもできるというところでございます。はい。なんで、まあ、例えばオシレーターのこのサンプルベースのサウンドのオシレーターの要素は残したいけど、モジュレートとかを結構ぐちゃぐちゃにしたいであるとか、逆にエンベロープオンにすると時間軸ですね、アンプに対しての時間軸の設定であるとかっていうのがかなりですね、かなりの度合いで変異をするので、例えば元々がアタックがすごい強い音色がストリングスの音色になったりとかっていうのがボタン1個で、でちょっと気に食わなければリトライを押すであるとか、ターゲットを変えるであるとかっていうのが、本当に画面内のボタンをマウスを数回クリックするだけで全く新しい音作りができるっていうものがですね、このやっぱりミューテートの機能になってまして、もちろんミューテートした後にちょっとブライトネスを変えたりとかっていう、音の微調整ですね、ボリュームを変えたりであるとか、レゾナンスを加えたりであるとかっていうのもですね、できるようになってますので、音作りっていう部分でですね、従来のようになんかここのパラメータを細かくいじくるとかっていうのであって、あくまでもマウスでボタン1個押せば音作りできてしまいますよっていうのが、今回のやっぱりアブシンセ5のアブシンセの音を簡単に音作りができるっていうところが大きいところだと思います。というところで、アブシンセ5でございました、はい。